はい、どうもご視聴いただきありがとうございます。今映っているのは赤玉土っていう土なんですけども、この赤玉土っていうのは本来ガーデニング用として利用される土なんですけども、メダカの飼育の提唱としてよく利用されることでも有名ですよね。で、この赤玉土をメダカ飼育に使う一番のメリットとしてよく言われているのが、この土の構造が多孔質であるため、水をきれいにするろ過バクテリアが多く定着することができて、まあそれで高いろ過能力を発揮する。まあ水をきれいにする力が強いので、それによって魚が飼育しやすくなるといった感じですね。で、ちなみになんで多孔質だとろ過能力が高くなるのかっていう理由についてはですね、まあこちらの動画の方でより詳しく説明していますので、もしご興味があればですね、ぜひご覧になってみてください。で、実は赤玉土っていうのは、このろ過能力がめちゃくちゃ高くなるという以外にも別に、かなり嬉しい飼育上のメリットがある提唱になるので、それをですね、この動画で紹介してみようと思います。で、そのメリットというのがですね、この赤玉土を使用すると、水質が弱酸性に保つことができるっていうことなんですよね。まあ、つまりですね、この赤玉土っていうのは、水質を弱酸性に傾ける性質があるんですよ。まあ、弱酸性に傾ける作用に関しては賛否両論あるところで、まあこれがデメリットと捉える方も多くいるみたいで、常に弱酸性に保つっていうことは、環境によっては強い酸性に傾きやすくなる。まあそんな可能性もありますので、まあ確かに酸性に傾きすぎるのはやばいですよね。まあただメダカっていうのはですね、pH が6とかなら余裕ですね。5くらいまででも元気に飼育できるっていう話はよく聞きますので、まあ弱酸性に傾ける性質っていうのはですね、僕はそんなには気にしてませんね。まあ、それどころかはですね、この弱酸性に保つっていうのが赤玉土の大きなメリットになっていて、まあ、実はですね、この水質が弱酸性になると、生態に超有毒なアンモニアありますよね。このアンモニアが毒性が極めて低いアンモニウムイオンとして存在するんですね。まあ、pH が7が中性ですよね。で、それより数字が大きくなればアルカリ性。で、数字が小さくなれば酸性なんですけども、まあ、アンモニアっていうのは、pH が7未満だと、実に約 99% がアンモニウムイオンとして存在するとも言われてます。で、アルカリ性になると、アンモニアとして存在するようになって、まあ、pH が7を超えてくると、アンモニア濃度も高くなるんですよね。で、ちなみに、毒性に関しては、アンモニアは、アンモニウムイオンの、まあ、300倍以上なんて言われたりしてます。まあ、このことからはですね、pH が弱酸性の場合と弱アルカリ性の場合では、飼育難易度そのものが全然違うことがわかりますよね。で、赤玉土を使うと初心者でも失敗が少ないっていう話はよく聞くんですけども、これはですね、ろ過能力が高いという以前に、水質が弱酸性になることによって、アンモニアがアンモニウムイオンとして存在するっていうのが、まあ大きな理由になってるんじゃないかなって思ってます。まあなので赤玉土はめちゃくちゃおすすめな提唱なんですけども、まあ、アンモニアに関してはですね、ろ過がしっかりとできていれば、ろ過バクテリアによって分解されるっていうのと、あと弱酸性だからといって、アンモニアが 100% ゼロになるわけではないし、このアンモニア以外にも亜硝酸とか有毒な物質もいっぱいあるので、まあ、これもですね、ろ過がしっかりとできていれば、ろ過バクテリアによって分解されるので、まあ、結局ろ過が重要なんですけども、まあ、赤玉土を使うと、まあ、多孔質な構造でろ過がめちゃくちゃ高いというのと、弱酸性に傾ける性質からアンモニアがアンモニウムイオンとして留まる。まあ、こういった効果があるので、まあ、やっぱメダカ飼育に赤玉土はおすすめかなというような話をしてみました。まあ、ぜひメダカ飼育で使用する定食を選ぶ際の、まあ、一つのご参考になればと思います。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。この動画の内容がためになったと思ってくれた方は高評価していただけると嬉しいです。で、またですね、今後もためになる動画をどんどんアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。